こんばんばは豊川です今回のこの動画ではですねこれからライブパレード2023に参加される方向けの動画となっております今回ですね青森初日行ってきましてお伝えしたいことが3点あるので3つお話しできればなと思っております最後までお付き合いいただけると幸いですということでですねまず何をお話ししていくかっていうと今回のライブでまあ直近の ライブとと比べて変わったことがありますまず1個変わったのが電子チケットの導入ですね。これについて青森公園行ってきたので実際どんな感じだったのかというところをお話しできればなと思ってます。で2個目、声出し会議についてですね。これについても簡単にお話しできればいいなと思ってます。で3個目ですね。まあ、これはあ,のあった方がいいよっていうものですねで。これについてお話しできればいいなと思ってるんで、えー、そんな感じの順番で話していこうと思ってます。ということでまず、 1>, 1個目ですね、今回大きく変わった扱い、n a さんのライブ史上初なんじゃないでしょうかね。今回から電子チケットが導入されましたといったところになってます。で、この電子チケットなんですけれども、えっとですね、ライブの3日前ぐらいかなにメールが来ます。はい。で、このメールが、あの、ごめんなさい、今からお話するのはファンクラブの方の電子チケットです。僕、ファンクラブ当選で青森行ったので、 ごめんなさい、一般のことはちょっとわからないんですけどもメールが来ますでメールがですねあの水木奈々オフィシャルメールではなくてチケットの受付のテイパーズっていうところかなからのメールが来ます確かこれチケットを最初にあの購入した時に登録したと思うんですけど多分その時にも登録のなんかログインメールとかが来たかなと思うんですがそこからメールが来ますとメールも載せられたら こんな感じで、載せておきます、はい、でそこから、えー、まずメールですね、メール来て、えー、ログインすると、一応ですね、チケットがなんだろうな、表示できるんですけども、えっ、ー、とですね、こんな感じの画面が出ますといった感じになってます。で、ここに、あの、ライブ名と、えー、日にち会場開演と、自分の座席が残ってます。で、あと、 何日のみ有効ですとかで僕の場合ファンクラブだったらね会員ナンバーと氏名と名前ですね。でこれ名前に関してはえっ、ー、とですね確か最一番最初にログインした時に一番最初っていうのが今回メール受け取ってログインした時ですねの段階でこのチケットの所有者みたいな感じで名前を入力するところがあるので入力をして、えー、反映されたっていう形になります。 今の段階っていうかメールが来た段階だとこの画面のままでこのチケットを提示っていうボタンが押せないんですねでこれがライブの開、えー、演かな会場か会場時間になるとえお、ー、歌することがお歌っていうかあの押すことができるようになりますでそうするとですねこんな感じの画面が出てきますとこの画面を準備した状態で受付に行くって感じですねもう並んでる列の状態 まあいつも通り並ぶと思うんですけどもその段階にもこの画面の状態にしといてくださいで青森公園の場合は手荷物検査が今回ありました多分瓶と缶が持ち込み禁止だからその確認だと思うんですけどもその手荷物公園の時についでにこのチケットを見せますでそうするとこのチケットのこれねスクリーンショットが何がダメかっていうとえっとですねこの画面でスタッフさんがなんかなんか指でなんかなぞるとなんかこんな感じの 画面に遷移するんですよ。あの僕、画面、スマホ見せて,て、スタッフさんが指で、なんか、ふにょんやってやったら、この画面に飛びました。あのチケットゲットみたいな感じ。ポンって押してくれるって感じですかね。っていう感じで、この画面に行きます。で、これが最終のチケットになるみたいですね。なんで、で、これであとは、スマホ持ちながら、自分の席探すっていう感じになってます。えなのでですね、電子チケット、今回、まず、事前にメールが来ますよ、って言ったところですね。と、 えー、ライブ会場に着く前にはもうあのチケット多価の画面までは多価前までは行けるのでその画面までは用意しといた方がいいかなと思いますで実際に列に並び始めて押せるようになったら押すって感じですねでそのままその画面のままもうスタッフさんに提示するそしたらスタッフさんがなんか魔法のなんかやつでスタンプみたいなのをしてくれるんでそんな感じになってますということで、えー、電子チケットはですね一応今回青森では なんか電子チケットのネットワーク不備の方はこちらみたいなえそういうブースもあったので、まあ、多分大阪城も今後の公園もあるのかなと思うんですけども一応そんな感じになってますといったところですね青森公園に関しては通信も特に僕ポーを使ってますけど特に問題なかったのでなんか通信障害がない限りは大丈夫なんじゃないかなとは思いますやべ10分目標にしてるんですけどもう7分だで2つ目えっ、ー、とですね今回から 4年ぶりの声出し解禁ですわーいってことなんですけども会場自体はチケット申し込みにも確か書いたと思うんですけどもコロナ感染の対策としてマスクはするようにということでお願いがありましたなので基本的にあのマスク着用でお願いしますといったところになりますで最後3つ目ですね今回あった方がいいものまあ今回夏のライブなんであのもちろん飲み物とえまあ帰りの服ですね あの結構みんな特に青森森上アリーナはその空調があんまり多分整ってなかったんだと思うんですけども非常に熱気がこもっててみんなびしょびしょのままあの帰りの服持たずに来た方がお多かったっぽくてですね結構あのそのなんだろうモア,モアッと臭があるんで是非皆さんあの帰りの服ですねきれいな服を持ってあの帰り来てあの爽やかな服で帰っていただければなと思いますとあとタオルですね今回。 今回声出し解禁と同時にタオルぶあの分回しも OK になったのでタオルは絶対あった方がいいと思います。これもできれば汗拭き用タオルとあの分回し用タオルこれ分けた方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。とあともう1個あった方がいいものこれ結構大事なんですけど、えー、替えのマスクこれはあった方がいいです。っていうのもですねマスクして声出しするとあのマスクの中あのびしょびしょになります。<laughs> はい、自分のこのこ 声の,あの息、息と、あと、汗、会場の汗でもう、マスクの中が、こんなに、あのびしょびしょになんのっていうぐらいびしょびしょになるんで、ぜひ、替えのマスクは本当にあったほうがいいと思います。僕はちょっと、あの、忘れてしまったので、あの、残念なんですけども、ぜひぜひ、替えのですね、マスクは持っていっていただければと思います。ということで、えー、こんな感じですかね。これからライブパレード2023参戦される方向けに。 動画ですね今回。電子チケットについてのところと、えー、声出し会期に関するところと、まあ、あった方がいいよって言ったところですね。まあ3つ目は、まあまあ、ほぼほぼいつものライブで、夏のライブといえばっていうところなんですけども、その,かその点についてお話しさせていただきました。ぜひ、皆さんで、えー、僕は次、名古屋ですね。名古屋で、次の名古屋が僕のライブパーレード最後なんですよ、今回。ちょっと東京ワンチャン、当時好きだったら行きたいなと思ってるんですけど、 なんでぜひぜひ皆さん最後まで全力で楽しみましょうということで10分経ったので今回の動画は本当はちょっとこれ7かこれをちょっとですね開けたかったんですけどちょっと10分目標にするんでここで終わると思いますということで繰り返しになりますが皆さん最後まで全力で楽しみましょうではでは